KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。明治安田 J2、 ここ3試合勝利がないベガルタはアウェーでの山口戦。前半38分、鎌田のコーナーキックに熱い。ここは相手キーパーに阻まれますが、セットプレーでチャンスを作ります。そして後半30分、コーナーキックのチャンス。鎌田から中島が頭で合わせます。ドンピシャリのタイミングで鮮やかなヘッド。中島の今シーズン12ゴール目でベガルタが先制します。この後山口に攻められピンチになりますが、キーパー林がスーパーセーブ、ゴールを許しません。最後まで集中を切らさずリードを守りきったベガルタ、4試合ぶりの勝利をつかみました。続いてはベガルタの選手と県内サッカーキッズがキックターゲットに挑戦。その名もターゲット300。おー、1人10球蹴ってその合計点で争います。そのうち1球だけ蹴ることができるゴールドボールは得点が2倍になる高得点を狙うチャンス。ただし100点のすぐ下にはマイナス50点の的もあるから気をつけて。現在のベガルタ選手ランキングトップ3はこちら。1位は190点のゴーケ選手。今週のチャレンジャーはベガルタ仙台奥山正幸選手。奥山選手は今シーズン途中 J1 町田から加入した31歳のベテランディフェンダー。素早い読みと強いタックルを生かし相手の攻撃を食い止めるプレーに注目です。100狙います。100、はい、100狙っていきます。おいいっすね。そっち系だ。そっち系だ。成功した人見たことないし。100入れたの。100狙いでいきます。うわ、まあ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 、まあ、ええ、一発逆転あるから、一発逆転あるから。でもね、下行くの怖いんだよね。機械みたいな。100でいきます。うわ、まあ、今の CM でも使われへんぐらいやな。あのグッて止まるやつ、うん、で CM やるやつ。まだ入らんな今のじゃ。まだいかん、ね、もうちょい寄せてくれな。ちょっと50に握ってるわ、うん、マイナス50に。100狙いでいきます。うわ、いや握ってます。やばいやばい。ここでねブレたらねダメなんですよ。どうブレたらダメ。そうブレたらダメ。ブレたらダメ。狙い続けて100でいきます。おお、入ってもないやん。入ってもないやん。100でいきます。プレースタイルと真逆や。いきなりマイナス50。こっからスタートでしょ。続く6球目も100点を狙いますが外してしまいます。いやー、変えた方がいい。いやいや、絶対変えない方がいい。絶対変えない方がいい。絶対変えない方がいい。じゃあ仲間に背中を押され100点を狙い続けますが連続で外してしまいます。うわー、ラストは得点2倍のゴールドボールで上位を狙う。あ、これ緊張感あるな。100いきます。ベガルタ
の選手と県内サッカーキッズがキックターゲットに挑戦するターゲット300ゴールド。ベガルタ仙台奥山選手はここまでマイナス50点。ラストは得点2倍のゴールドボールで上位を狙う。100いきます。よっしゃ、これカットしましょう。ちょっとガヤに押されてちょっと100狙いにしちゃったんで、でスタートの時点で多分自分見失ってたんで。ちょっと奥山選手は13位に。1位は変わらず豪華選手です。ベガルタワンツートーク。2人の選手が選んだカードのテーマに沿って自由にトークを繰り広げるこのコーナー。今回トークを繰り広げるのはプライベートでも仲良しだというこちらの2人。一体どんなトークになるのかな。敵に回したくないチームメイト、僕は吉木くんですかね。あのこうボール持って相手をこう最後まで見てこうなんか判断変えてくるようなプレーの選手っていうのはやっぱ取れなかったりするので、あの試合で相手になったりとかすると、まあ、厄介なんじゃないかなっていうふうに思います。僕はあの秋さんですかね。今シーズンもそうですけど、あの入ったって思ったシーンとか、あのやられたって思ったシーンとか結構あるんですけど、絶対止めるというか、なんかやっぱり相手にいるとやっぱりちょっと面倒くさいなって思いますね、はい。ここもセンスですからね。ここも多分チームで一番丸々です。ある、多分チームで一番真面目ですね。お前嘘つくない。ナイス、ナイス。僕はあのチームで一番多分あの兄弟が多いと思います。はい、6人なんで、はい、多いっす。はい、姉がいて2番目で長男なんですけど。えぐい。みんなにお前いっちゃん下だろって毎回この話すると言われるんで、実家帰ったりしたら一応まあちゃんと兄貴はやってます。でもちなみに僕も一番上です。僕3人兄弟なんですけど、僕長男で、で妹と弟。めっちゃ似てるっすからね。マジでもうこのまんまっす。この前鹿児島戦あった時に僕の弟が言ってたらしくて、5月に行われたアウェーでの鹿児島戦、メンバー入りしていない西丸ミント選手は鹿児島には行かなかったのですが、僕の弟が言ってたらしくて、バスの前線で、そうなんかみんなバス、はい、帰りのバスでなんか隣で結構手振ってて、おミントいいんじゃんみたいな。なんでミントいんのみたいなって、みんな手振っておミントとか言って やってました。マジでもう このまんまっす。ベガルタは明日午後3時ホームで秋田と対戦。その見どころを教えて香川さん。よろしくお願いします。皆さん、あさって10月7日はクラブの設立日なんですね。ベガルタ仙台は30年前に誕生したんですね。ということで明日の試合は30周年記念試合として実施されます。皆さん、明日は先着1万名様に30周年の記念のロゴが入ったラバーコースターがプレゼントされます。どうぞお楽しみに。そして明日対戦する秋田、個人的には去年までベガルタで活躍した蜂須賀浩二選手が出てほしいなとそう思っています。前回は0対0の引き分けでした。明日は何としても勝ちましょう。先月松島町で開かれたマルチスポーツチャレンジ2024 in 宮城、日本サッカー協会と東洋タイヤがさまざまなスポーツに触れてもらおうと開いたもので、小学生およそ60人が
サッカー、野球、陸上、ダンスの4つのスポーツにチャレンジしました。サッカーの講師を務めたのは元なでしこジャパンの澤穂希さん。こうやっていろんな競技がある中で、まずは子どもたちに一歩踏み出す、こう何か好きになってもらうきっかけになったらいいなと思います。子どもたちは澤さんからの指導を受けながら元気いっぱいプレーしていました。澤選手もすごい上手かったし、初めてでもちゃんと上手くできたんで良かったです。投げるのが難しかったけど届いたから良かったです。ありがとうございました。奥練習しとかな。買うわ、じゃあこのセット。バリウマラって書いてある。